PHT シリーズは一般的な摩擦式の電磁クラッチブレーキとは異なり、永久磁石を使用したパーマシストルクコントローラーです。電源不要でなおかつトルク変更も可能です。アプリケーション例をご紹介します。キャッピングマシン、ワイヤー巻き取り機、モーター試験機などが挙げられます。それでは PHT シリーズの構造について説明いたします。 PHT シリーズの構造は、固定ベース、永久磁石、ケース、シャフトと一体化したヒステリシス板、シャフトを支持するベアリング、永久磁石、可動ベースで構成されています。PHT シリーズは固定ベースと可動ベースそれぞれに固定された永久磁石がヒステレシス板に対抗する形で配置されています。固定ベース、可動ベースには N 極の磁石と S 極の磁石が交互に配置されています。ヒステレシス板は磁束を受けた時に回転を妨げようとする働きがあり、 PHT シリーズはこの特性を利用しています。永久磁石とヒステリシス板にはわずかのギャップを設けて非接触となっています。非接触にすることで摩耗する部分がなく、長寿命といった特徴があります。次に動作原理について説明します。上の映像では N 極と S 極が対面しています。この状態では磁束がヒステリシス板を通過し、対面している永久磁石同士で大きな一つのループを描くため、ヒステレシス板に流れる磁束は最小となり、トルクも最小となります。可動ベースを回転させ、永久磁石の位置関係が変わると、ヒステレシス板に流れる磁束の量が増えます。その結果トルクは大きくなります。可動ベースをさらに回転させ、同じ極同士が完全に対面している状態になると、ヒステレシス板に流れる磁束の量は最大となり、トルクも最大となります。次にトルクの設定方法について説明します。トルクを設定するときは、製品側面の調整メモリに合わせて可動ベースを回転させます。可動ベースを手動で回転させることで、最小トルクから最大トルクの範囲内で調整することが可能です。トルクの設定が完了したら、固定用ネジを締めて可動ベースを固定します。PHT シリーズは回転数が変化しても安定したトルクを発揮できる特徴があります。そのため、張力制御を必要とするアプリケーションに多く使用されています。また、トルクリミッターとしても使用できるため、キャッピングマシンにも多く採用されております。あらかじめ設定したトルクまでキャップを締め込んでいきますが、設定以上のトルクを伝えないため、締めすぎを防止します。機械的な接触がなく、摩耗粉の飛散もないため、食料品向け機械やクリーンルーム環境での使用も可能です。 PHT シリーズは永久磁石の磁力でトルク伝達を行うため、正確なトルク反復性を持っています。トルク伝達部は非接触構造であり、摩耗する部分がないため長寿命です。外部電源と配線が不要のため、取り付けの自由度も大きく、省エネ化が図れます。このように、
優れた特性を持つ PHT シリーズをぜひご検討ください。